東村明子と虹組キララのみもったもないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みにみもったもなくお答えする相談解決番組となっております。はい、はい、毎日暑いですけど、え、無事ねライブも終わりまして。終わりました ね、 ね、お客さんも満員で6回目ですよ。そうなの、東村プロ終わらないと。 そんなにやってるのか、うん、なんか名前がコロコロ変わってちょっと分かりにくくはなりましたけど、今回のライブは夏の陣だったのね。そう、夏の今知ったけど、でも下克上ライブじゃなくなったから、うん、夏の陣っておかしくないですか、うんうん、じゃあなんつうのボリューム 6だから夏の陣っていうのは大阪城夏の陣っていう言葉が元だから、うん、東村城夏の陣とかにしようか。あそれで冬の陣とか、そうですね、うんうんうん、あそうしましょうか、分かりやすいかも、うんうん、ありがとう。どうでしたライブ、大盛況ですね。あのね、今回ねすごいね、うん、あのね、私は客席からずっと見てるけどね、うん、まあ皆さんあの乗ってましたね。よかったですよ。乗ってらっしゃいましたね。乗ってた、乗ってたってのはいい意味で、いい意味で乗ってらっしゃいましたね。あ、じゃあよかったってことじゃないですか。全然今までよりね、打ち上げでも言いましたけど、そうですね、調子に乗ってたとかじゃなくて、そうそうそう、乗りに乗ってたのいいの。打ち上げでも言ったけどね、うん、声がね大きかった、みんな。そんなそんな素人っぽいやつ。大きかったもん声が。いつも声がちっちゃいわけ、うちの芸人さんだけ。なるほど。で後半にゲストのさ、うん、ドプロの人で言うと声大きくってみんなびっくりするぐらいさ差があったんだけど、はいはい、今回は声が出てましたねみんなね。そんな幼稚園みたいな感じ。幼稚園みたいな感じを。あこ先生でも MC。やっぱりあの軽井沢から帰ったばっかりだったから、うん、毒がちょっと抜けて、うん、毒舌さが少なかったですね。私さなんかさゲストがさ今回さ、うん、デスペラードのさ、はい、武井さんが来たでしょ、うん、吉本の方が来たでしょ、はい、なんか毒づけないなって思ってさ。え、なんでですか。なんかさ吉本の人来るとビビっちゃってさ。そんなそんなのなかった。そうそうそう、ミーハー的な理由っていうか、ミーハー的な理由、私吉本好きだからさ。そんな理由だったら軽いは関係なかった。吉本の人出るわと思って、うん、うわ笑いライブっぽいみたいな。そうすごいなと思って、ちょっとまあね、おとなしめにやっちゃったけど、ね、ちょっとライブの感想来てるんで読みましょうか、はい、ラジオネームマリコさん、女性の方ですね。あきこ先生、キララさん、東村プロ芸人の皆様、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。今回は、ぜひ皆様にお礼をお伝えしたく、初めてメールさせていただきました。はい、先日行われた東村プロお笑いライブ、ボリューム6。本当に、本当に行ってよかったです。え、すごい。実は、仕事でなかなかうまくいかないことが続き、うん、ちょっとどんよりしていました。うん、でも、東村プロのお笑いライブに行って声を出して笑ったり、うん、時々ヒヤッとしたり、うんうん、まああの瞬間だろうな。あの瞬間じゃん、あの瞬間だろう。面白すぎてどんより気分もなくなりました。笑いの力ってすごいですね。次のライブも絶対にまた行きます。すこれあれでしょ、スタッフのはずの谷川翔平&谷川、そう、翔平谷川のコミュ障ね。客席のヒヤヒヤ感はねすごかったけど、でもね別に面白くないわけじゃなくって、うん、単純にヒヤヒヤする感じで、ヒヤヒヤ笑いっていう新しい笑いが客席で生み出されてたよ。いや一応笑ってんだよみんな、ヒヤヒヤしながら笑ってんの。でお笑いでライブってなんかあの音のきっかけとかあるから、うんうんうん、始まる前にちょっとリハーサルするんですけどね、うんうん、音のきっかけだけ、うんうん、全部通すわけじゃなくてきっかけのとこだけちょっと返すんですけど、うんうん、その時にあの翔平谷川の部分だけきっかけで谷川さんが照れすぎて、うん、全然どこのきっかけかわからないまま始まっちゃって、バカじゃない、結局本番がちょっと失敗したんですよね多分。本番でさ私気づいたよ、客席から見ててさ、最初の始まったところでこうさ、まあ、コナン君ネタでしょあれ。そうですね。コナン君ネタでしょ、うんうん、始まったところでそれっぽい音楽が流れて、うん、普通フェードアウトで消えていくんだけど、うん、ずっと音楽鳴ってた。だから谷川さんがリハーサルで照れるっていう、うん、照れるって照れるって何よ。そうなんだ、照れるって何よ。照れるってなって久しぶりだからさ、谷川さん、うん、昔ね、うん、芸人やっててさ、うん、芸名はショートケーキ谷川って言うんだけど、そうですね、昔は普通に照れずにリハやってたと思うけどね、久しぶりやから劇場もでかいし上がっちゃったのかな。
そうでしょうね。なんかでも谷川さんは翔平さんがネタを間違えたかなんか言って、逆か、谷川さんが翔平がネタ間違えたからやってって、翔平さんはなんか谷川さんがきっかけを間違えたからって言って、お互い3つぐらい飛ばしました、3つぐらい飛ばしたなんかね、終わった後ね、すごいね、なんかね、翔平がね、谷川さんがセリフ間違った間違ったってなんか死ぬほど言っててさなんか普通そんなこと言わないじゃん、終わった後さ。そうですよね、うん、ずっと言ってたよ、あいつずっとずっと言ってたずっと言ってた。まあね、まあね、でもまあ、うん、その前半にヒヤヒヤタイムがあったおかげで、うん、後半が、うん、なんていうのかな、良かったんだよね、逆に。一回びっくり水浴びたみたいな客席が、その後は良かったのよね。一回ちょっとヒヤッとしてから熱くなるみたいな、ね。逆に、その後翔平がやったでしょ、やりましたね。ネタを。その時が、だから受けたんだよ。あ、ジェントルマンが。一回もう前半で一回滑ったから、二、うん、回目はね、受けるっていう、そういう感じになってて、翔平は得したなと思ったけどね。なるほど。次回はね、出るんでしょうかね。うん、ちょっとわかりませんけど。出ますよ。出るけど。社長のね、権限ですから、それはわかりませんけれども。うん、さあ、お悩み行きましょう。次回は谷川さんのコンビだけにしようかな、うん、翔平は。あ、ジェントルマン。あれだけにしようかな。逆に。逆にね。逆にもう。損しかねえっていう。いや、ヒヤタイム。客席はね、受けてた、受けてるっていうか、笑ってたんだよ、みんな。ただ、妙な空気に包まれてた。またその、同じこと喋りますよ。さっき喋ったじゃん、それ。妙な空気に包まれたんだ。ヒヤヒヤタイムでいいですよ。もぐもぐタイムみたいでいいじゃないですか。ね、流行ってるからね。じゃあ、ね、じゃあ次もぜひ、楽しみにしましょう。はい、さあ、お悩み行きましょう。ラジオネーム、ブラーバさん。38歳女性主婦の方です、うんうん、初めてメールさせていただきます。はい、身も蓋もないとは日々のオアシスです。おー、ありがとうございます。お悩み相談ですが、うん、一言で言うとアラフォーなのに不女子でどうしようです。うーん、私はボーイズラブにハマっています。にわかファンではなく、そもそも学生の頃、10代の頃からハマっていて、うん、好きな漫画の同人誌を読み漁っていました、うんうん、でも20代30代は仕事出産育児に追われて一旦離れていました、うんうんうん、そして今些細なきっかけから BL 熱が復活、うんうん、BL 業界も進化して何でもネットで読めるし買えるし、ジャンルは細分化されているし、うん、動画という世界も開けていたりで、うん、離れていた分一気に熱が高まって沼にドボンです、うんうん、ということで最近では頭にすっかりフィルターがかかってしまい、うん、道行く仲良さそうな男子たちを見ると、うん、手繋いでくんないかなとか、うん、夫を見てさえこの人にはどんな男がふさわしいんだろうとか、うんうん、想像してしまう末期症状です、うん、天水館に住みたいです、うん、誰にも迷惑をかけていません。しかし小さな姉妹の育児中でもあり、母としてこんなんでいいのだろうかと日々自問自答しています、うん、もちろんママ友にも言えません、うん、東村先生、どうしたらこの葛藤と向き合うことができるでしょうか。そして今の時代に BL が流行る理由って何なのでしょうか。あのね、みんな知ってると思うけど、うちのアシスタントはやっぱり、まあ、半分ぐらい BL が好きな、いわゆる半分、半分だね、半分は BL が好きな腐女子とか貴婦人とか、貴婦人って年取った腐女子のことを貴婦人って言うんだけど、とかがまあ多いんで、私はまあ馴染みがあるし、あと今すごい、まあ、ものすごい商業的に、昔は同人誌だけとかだったのが今商業 BL って言って、もう BL の、そうオリジナルの漫画が普通に販売されてるような、まあ時代になってるから、あ、その同人でだなんかのなんかのパロディじゃなくて、普通に BL 雑誌っていうのが毎月出てたりとかするわけで、うん、まあもうなんなら漫画の漫画業界でもワンジャンルを、かなりメインジャンルを確立してきてるから、うん、まあすごいなんていうのかな、巨大産業にもなってるから、うん、まあ人口も増えてるなという感じはするんですけど、うん、あのね、結論から言うと、はい、あのやっぱ隠し通すしかないんですよね。え、だってそんなに流行ってるのに隠さなきゃいけないわけですか。あのね、みんなが考える BL と、うん、この方たちが読んでる BL は天地の差がありますよ。え、オッサンズラブみたいな感じじゃない。あ、全然違う。違うんだ。違う。どうなんですか。もうとんでもないからね。どういうことだろう。完全に
にエロ本だし。そうなんだ。そうだよ。完全にエロ、エロっていうかもう、うん、あのね、子供が見たら、うん、トラウマレベルの描写がもう普通にあるぐらい進化してきてるから、うん、あの、ただ男の子同士がね、こう、うん、なんていうの？のんけなのに恋に落ちて、うん、こう、なんていうの、葛藤しながらも、とか、うん、もうそういうんじゃないのよ、もう。だから文学みたい、文学の域みたいになってて。文学？文、だからさ、まあみんなわかんないと思うけど、うん、例えば昔のさ、文学作品で知人の愛とかさ、うん、あるじゃない。もっとわかりやすく言うとさ、失楽園とかあるじゃない。はいはい。あれって結構もう、そういうシーンもあったりして、エロいじゃない、うんうん。ああいうね、なんていうの、あんな感じよ。要するにあれのもっとなんかなるほど、こうもうあからさまにやってるっていう感じのでも愛し合ってるんだからしょうがないでしょね。愛し合ってるとかもうそういう段階じゃないのよ今の BL ってもうね、そのそうなんだ、なんていうのかな、こう好きだからいじめたりとか、うん、そういうのも入ってくるのよ、わかる、性癖みたいなのが、うん、そうなのが入ってくるから、うん、子供にはやっぱり見つかんないようにしないといけないし、そうか、それはダメですね。だから、うん、うちのあのスタッフの子たちは、うん、あのここの芸人でもカップリングをもう考えてるしね。うわ気持ち悪いそれは。いやいやいや全然考えてるよ本当に本当に。サイフォンズとか、サイフォンズとか結構マジ不女子。サイフォンズかなり狙い目ジャンルっていうか。どっちが受けなんですかね。サイフォンズだと。私ね、あの不女子じゃないからわかんないけど、うん、多分瀬戸の、うん、瀬戸の、ヘタレ攻めとか、まあ、いろいろあんのよ。うん、あ、そうか、松原くんがド S みたいな感じでやるの。うん、片方のんけで、片方がとか、まあなんかいろいろあんのよ、これは。あと、ロッキー谷川ってのも熱い。ロッキー谷川、ロッキー谷川はもうすごい。まあ、正統派ジャンルみたいな。正統派なんだ。正統派ジャンルで。ボケ同士でしょ。うん。どうなってんの。へえ。すごいですね。ちょっとその話は興味ありますけど、うん、あ、そうだ。その BL が流行る理由ってのはこの時代に。あのね、うん、男女の恋、BL の好きな子たちに聞くと、うん、男女の恋愛って普通じゃないですかと。うん、みんなやってるでしょ、うん、なんで普通のことをその創作にしなきゃいけないんだと、うん、要するに BL っていうのは身近なロミオとジュリエットなんですよ一番、うん、要するに今何のなんていうの階級も家の格ももうないじゃない今の時代、障害がないってことですね、障害がないじゃない、うん、年齢が離れてようがなんだろうが別に自由恋愛の時代がずっと続いてるけど、うん、男同士っていうところぐらいしかないじゃない障害が、うん、そうですね、障壁が自由恋愛ですもんね、そう、そのあのハードルを乗り越えるところにドラマがあるのに、男女の恋愛って普通じゃないですかみたいな感じ。そうそう、今の言い方なんですね。ロミジュリを日常でやるのはやっぱ BL なんですよ。という考え方、ね、うん。そうなんですね。うん、じゃあちょっとお言葉いきましょうかね。うんうん、身も蓋もないお言葉、お願いします。いいよ。紙の本は押し入れにしまい、スマホで読んでる分はロックをきっちりかけて、うん、もう秘密に楽しむしかない。なるほど、うん、じゃあ隠れキリシタンみたいなの、で、あとはお友達を見つけることやね。あ、言えるのね、ママ友には言えなくても、うん、その寄付絶対いるから。寄付人でしたっけ、うん、不女子とか寄付人の。寄付人友をね、うん、絶対ネットとかで見つければいるから、ね、うん、はい、もうそう、友達数人の中で盛り上がるというね、うんうん、感じかな。なるほど、うん、はい、じゃあ隠し通してね、はい、でも楽しんでくださいね、ボーイズラブね、隠れキリシタンみたいなもんや、本当に隠れキリシタンですね、うん、応援してますよ、でもこっちはね、でもね、趣味があるのはいいことだから、うん、うん、本当ですよ。え、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .wr@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろし、ミモフタステッカーをプレゼントいたします。ミモフタもないと、ロッキーのコメンテーターへの道。
はい、このコーナーはニュースコメンテーターの、ロッキービクトリア田口さんに最近の気になるニュースをですね、私東村明子がですね説明いただいて、視聴者の皆さんにも分かりやすくですねこの、トピックをですね、まあ、そういうコーナーです、はい、台本をね、ビクトリアさん台本お忘れに、ね、なって台本、ねそうですね、やはり普通に先生お願いしますっていう感じで今おっしゃいましたけどね、はい、説明書というのはやはり大事なものでですね、説明書がないとプラモデルはできないわけで、このコーナーをこうプラモデルとしますと、説明書を忘れた、うん、これは私の責任問題になるところかもしれません。そうですね。はい、まあでもね、うん、今回はもういろんな最近いろんなニュースがいっぱいありますけども、はい、ニュースのね解説の方はもうロッキーさんはね説明書も何もなくったってもちろんです全部頭脳に入ってるわけですから。はい、世界中注目のニュース、詳しく解説していきます。今日もロッキーさんって IQ ってどれぐらいあるんですか？IQ ですか？はい。350ですね、はい、350なんて数字あるんですかね、そうですね一回よく身体測定などでねその身体測定、まあ、よくあるでしょ体重計の、ね、針がブーンと触れて一周回ってしまう、はい、そういう感じでした待ってください、まず、はい、今なんかいろいろおかしいんですけど、身体測定で体重計の針が一周回って触れる状況がまずないと思うんですけど、体重100キロ以上ある人しかないんじゃないですか、同級生の方いなかったですかそういう方一周回って心理試験さの間違いでかもしれない、あ、はい、心理試験さと身体測定を ね、はい、なるほど、なので IQ 系の針がかなり、さあ IQ って120みたいな100とかなんかそんな感じですよね、普通100とかとんでもねえ天才で120あるとかよくなんかそういうイメージですけど、金田一くんが180、ああそうなんですね、金田一くんが、ああなるほど、倍数、ああ意外に金田一くんもまだまだなんですね、うん、まあしかし、まあ、300と言いましたが、まあじゃあ高校生の時とか偏差値はもう、はいはい、どれぐらいだったんですか偏差値、偏差値が120.5 ぐらいですかね、偏差値って100とかあるんですか、100はな、どうでしょうかね、それでね、でもそんな、IQ がそんだけあって偏差値もそんな、そうやっぱり驚かれましたね、真剣ゼミのですね赤ペン非常にびっくりしましたという赤ペンで書いてありましたで、はい、どんな大学でも通るという頭脳の持ち主ですよね、もちろんですね、東京大学、ワシントン大学、うん、放送大学はい、聞かれても困るのかなで結局どの大学に進学なさったんでしたっけ、滋賀大学っていうこのですよね、ロクさん滋賀大ですよね、あの鳥人間コンテストをやる浜の近くの大学それから海外に行かれたんですもんね、そうですね、いろんな、大学の有名な授業の一番前の席を常にキープして、はい、授業を受けさせていただきましたね、はい、なるほど、じゃあ今日のトピックなんですけども、はいはい、私が、まあ、これ前々から言われてるけどいまいちなんだか分かんないなっていう方多いんじゃないでしょうか、はい、うん、iPS 細胞、そうですね、はい、iPS 細胞、これも非常に未来を作っていく、地球のこれからを語る上で、外せないワードですね、ああそうなんですね、はい、ニュースとしてはですね、うん、京都大学の iPS 細胞研究センター長 の山中教授、山中さんね、はいはい、が、人の皮膚細胞から iPS 細胞を作ることに成功したと発表してから、うん、はい、11月半ばで1年が経過しました、もう1年なんですね、11月ぐらいのニュースなのかな、まあ、あで、これがねやっぱ iPS が今世界的にも今最もホットな研究テーマの一つといっても過言ではないと、うん、なるほどですね、 iPS 細胞っていうのは、はい、これはまあいつもお伺いして本当私がね、不勉強で申し訳ないんですけど、いえいえ、はい、これ何の略になるんですか iPS っていうのは、 iPS ですからね、インポータントパシフィックスペシャルティ細胞
非常に重要ですよね。インポータント、パシフィックって言ってしまいましたが、まあ、太平洋を重要、非常に重要で、太平洋を渡るべく特別な細胞、そういう由来から山中教授ですね。じゃあ答え言いますね。はい、はい、はい、うん、インディ、インディシュ、インディセッド、何よ、インディシュード、何これ。なるほど、インディシュード、これ何て読むんですか。インディ、はい、インディシュードトゥルーリポーティング、なんか英語できる人おらんの。セルズ、インディなんとか、インディセード、インディセード、はい、フォーリューリポテントシステムセルズですね。ちょっとよ、もう一回、なんかあちらの発音で読んでいただいてもいいですか。はい、あ、いいですよ。インディセードプルーリポテントステムセルズ。うん、あ、なるほど。これ、確かに難しい単語だな。そうなんです。そこが非常に今問題化されてましてね、もうちょっと分かりやすい単語にした方がいいんじゃないか。だからさっきのロッキーさんがおっしゃったやつが、うん、まあ、そうですね、あれなんですかね。今年の8月ぐらいには私が今言った名前に変わる予定になってます、ね。あ、何でしたっけ、はい、さっきの名前。インポータントパシフィックスペシャリティ。今あのうちのスタッフのね、はい、英語がペラペラな帰国子女の子がちょっと読めますということで今来てくださったんで、翔平くんちょっと読んでみてくれる。インデューストプルリポテントセル。この方帰国子女なんですか。はい、じゃあね、はい、どっか行ってたんで、どこ行ってたんだっけ、留学。ハワイ。はい、なんで君ここに寄ってきたの。マジでなんで寄ってきたの。検索係をしようと思ったの。うんうん、ちょっとハワイなまりが入ってたかもしれませんね。ああ、そうですね。うんうん、なるほど。ちょっとサモアの。はい、じゃあ進めますね。じゃあこの iPS 細胞は人工多能性幹細胞とか人工万能幹細胞って言われてるんですけど、はい、要するにまあ万能細胞だということなんですよね。そうですね、万能ですね。いろいろできますんでね。万能細胞っていうのは具体的にどういうその性質を持った細胞なんですか。あのですね、やはり勉強もできてスポーツもできてっていう子がね、クラスに一人はいたと思うんです。まあ、万能の説明ですよね。それね、万能。あ、そうです、そうです。万能はそういう意味です。うんうん、そこからいきますとですね、何でも細胞が、分裂できて、ミトコンドリア、トゾウリムシ、いろいろな細胞、がからですね、細胞を分裂して、はい、新しい部位ができていくという画期的なこれ、細胞になりますんでね。例えばそれは何に役立てればいいんですか。そのはい、いろんなものに形を変えられる細胞ってことですかね。そうです、そうです。なのでまあもちろん歯が抜けました、じゃあその歯をまた再生しましょうもできますし、歯もできるんですか。できますね。ベロも舌も、だって歯って細胞じゃなくないですか。え、歯って細胞じゃなくないですか。歯は、だって石みたいじゃないですか、歯って。ああ、歯石細胞。まあゆくゆくはそういうふうにですね、もう人間ごと 分裂できる、で新しい自分を作れる細胞につながると思います。クローン技術みたいな。クローン技術です。そうです、そうです。元になるもん。全然もうクローン技術って言っていただいていいんですよ。そんな私たちにね、はい、分かりやすく噛み砕いて説明してくださろうっていうのが見えますけど、まあ、職業病と言いますかね。あ、でも全然専門的なお言葉で、はい、こっちはこっちで調べたりもできますからね、今ね。ロッキーさんのお言葉でも本当喋っていただいて大丈夫なんで。分かりました、専門用語で。はい、でこのその iPS 細胞で、はい、ロッキーさん的にはその今後何ができると思いますか、世の中に役立つことで。今後ですね、はい、
もう一人の自分がまた作れるということでですね、クローンですよね。あ、それはクローン、クローンって言っていただいて大丈夫ですか。なんでもう一人の自分って言うんですか。クローンって言葉も出てこないみたいな空気感になってますけど、はい、クローンはですね、はい、まあよく言いますよね、そのクローン前ね、ほら、羊のドリー、あ、ドリーちゃんですね、はいはい、よく知ってる、再開しましたね、あそこマザー牧場でね、非常に元気で、 あの千葉のマザー牧場に行った時にドリーちゃんいたんでしたっけ、はい、いましたね、目の前を走り去ってね、非常に元気な姿見せてくれたのは嬉しかったですね。 そうなんです、うん、あれも iPS 細胞が何か関わってるんですか。もちろんですね、はい、あ、そうなんです。 iPS って大体 iPS 細胞で作られたものっていうのは印字が iPS って書いてありますね。首のとこにですか。そうです、の人形焼きみたいにですね、ハンコみたいな感じで焼印が iPS って入るんですか。そうしないとやっぱ分からないですから、ね、うん、まあということでね、まあ、確かにクローン人形いっぱいいたらね、苦労はないよねみたいなこともね言ったりはしますけど、いや、まあ、あれそんなダジャレもおっしゃってね、ダジャレおっしゃってくださって、まあこういう固いことばかり言ってウィットにたまにこう飛んでいくっていうのもまたね、いい議論、ウィットにたまに飛んでいくちょっとね、なんかあれですか、昨日まで海外でいらっしゃったんでしたっけ、ちょっと日本語が、そうなんです、ね、そうなんですよね、ちょっとこう、はい、切り替わりが、昨日まで英語、はい、ね、グリニッジ天文台、で時間の調整をちょっとしてたもんですから暇つぶししてたってことですか、グリーン辞典問題で。まあまあ遊びに行ったぐらいですかね、うん、アメリカに遊びに行っていらっしゃったんですか、はい、アメリカですね、アメリカです。そうなんですね、はいはい、なんかロッキーさんはヨーロッパのイメージだから、うん、ヨーロッパが多いのかなと思ってたんですけど、アメリカに行く前にヨーロッパ寄りましたけども、イギリスとか。そうですね、あ、そうなんですね、はい、なので、あ、何か美味しいものとかお食べになりましたか昨日。そうですね、柿が美味しかったですね、柿、ちょうど今か、あ、秋、オイスターじゃなくて果物の柿ですか。どっちもですね2つとも美味しかったです。ああ、そう、はい、あるんですね、海外にもね。そうですね、まだ日本にもまだ売ってないですけどね、柿なんてね、もう向こうでは旬ですね、最高ですね、はい、ないと思うんですけどね、はい、柿日本のね果物だから、まあでもロッキーさんセレブだからそうやってお店の方がね、はい、出したのかもしれないですね。そうですね、これはiPS 細胞っていうのは、はい、製薬会社とかにすごい注目されてて、ね、この iPS 細胞 の、はい、研究のプロジェクトは、はい、いろんなその製薬会社とかも参加してるそうなんですよね、うん、そうですね、製薬会社 どんな薬が作れるってことなのかしら、これで、これでですね、はい、胃薬ですね、やっぱり薬局行くとね、その象のね、おもちゃがこう玄関先、あれ可愛いですね、すごくね、まあ、その話はまあね、はい、すごくいいんです、はい、どうでもいいんですけど、その、薬を、はい、例えばその細胞がこう、ね、再生する薬を、はい、うん、例えば注射器とかでこういうところに入れたりとかすると、はい、傷口がすごい治るとか、うん、そういうことなのかなって思ってたんですけど、私素人考えで、さすがです、うん、それもありますし、あと、傷口を逆に作ることもできますんでね、なんで怪我させなきゃいけないんですか。なんかやっぱり人気映画とかでこのリアルな傷口を作りたいみたいな時は、うん、傷口の細胞を、いやだから例えばこうね、はい、やけどしちゃってこう跡が残るところに、今まではさ、はい、どっかの皮膚を移植してたりとかしてたのを、はい、これを使えば、うん、そこに皮膚が再生したりとかすれば、私すごい技術だなって思ってたんですけど、そういうのとかも可能なんですかね。素晴らしいことです。本当にそういうふうに、何でも治る時代に、ね、なっていくということは非常に喜ばしいこと。さすがよく勉強されてらっしゃる。その通りですね。ありがとうございます。はい、この本当にコーナーのおかげで私も日々ちゃんとね、はい、ニュースを見てちゃんと自分の脳で考えるように、はい、しようとは思ってますので、これも本当ロッキーさんのご指導のおかげです。今東村さん、はい、IQ230 ぐらいまでいってると
思います。そんなに、はい、調子でいければそんなにこうニュース勉強したら IQ 上がるんですかね、はい、あれって生まれつきのもんでしょ、IQ ってもうパーッと上がっていきます。仮想大賞 のあれみたいなっていう感じで上がっていきますね。いや今日はどうもありがとうございました、はい、ロッキーさん。メロン団長と杉岡の第二の花を探せヤスカレン、ヤスカレンと杉岡のんの方がいいんじゃない？わかりました。どこの杉岡さんが来たの？すいません、思い上がってます。すいません。どこの杉岡さんで、はい、もう一回、はい、行こう。メロン団長とギャスカレンと杉岡の第二の花を探せイエイイエイ。はい、というわけでですね、はい、第2の花を探せコーナー長いことやっておりますけども、はい、前回決勝をやったんですけど、はい、いまいち決め手に欠けるということ で、 そうです、ね、延長戦というか再試合、そうね、再試合ということでね。で、まあ、この間の私の提案だと、うちのアシスタントの可愛い子ちゃんをね、まあ、連れてきて、その子に対してプレゼント勝負みたいなことを私がまあ言ったんでしょうね、はい、先月に言ったんですよね。でこの間アシスタントの子たちに今度こういうのがあるんだけど来てくんないって、まあ、2,3 人声かけたんですけど嫌だと確かに本当に聞いたわ。そういうのね、どういうことなんですか。まずその日程的にもやっぱその無理ですしみたいなところもあったりとかしてちょっとあとやっぱりもう別に団長がとか杉岡だとかじゃなくってね、はい、もうなんかあんまり関わりたくないみたいね。こっちのラジオに。お笑いの。お笑いのこっちにあんま関わりたくないのかな、みんな。ということで、断られてしまったので、はい、私が、まあ一応ね、若い女の人の感覚でジャッジすることはまあできますから。はい、あとね、はい、今日せめてレッピーぐらいいればよかったんですけど、うん、今日まさかやっぱり私、キララちゃん、まさみさんしかいない。それもいいっすけど。いや、もう老人しかいないので、まあ若者の感覚を一応ね、持ってるというのは私ぐらいしかいないですから、私が判断しますんで、はい、で、本当によかったら、はい、アシスタントの女の子に、それをちゃんとあげます、私が。おぉ。何の意味もないと思ってたらあげますから。会いたくはないですよね、でも。会いたくはない。好きになられたら困るって思ってたから。だろうね。わかりました。はい。どっちから行くの？じゃんけん、じゃんけんで。先後、後攻め、先攻め。最初はグー、じゃんけんぽい。では僕からじゃあ、はい、団長から、はい、これはプレゼントの紹介すればそうだね、紹介して買った理由とかいろいろ、まあフリートーク的な感じでやってもらえばいいですよね。はい、まあまず団長の、はい、まあこれは要するに女の子のシチュエーション的にはどういう時にあげるプレゼントってことなのかな。例えばちょっとした記念日とか、はい、ちょっとデートの時にあこれあげるみたいな。予算いくらって言ってたっけ。これ1000円です。予算1000円だからデートの時に余ったみたいな感じでやって、そんでご飯でも食べた後にあこれね可愛かったから見つけたからあげようと思って、はいっていう軽いプレゼントね。そうですね、ちょっとねその日のちょっとした手土産的な、もうそれが本当にちょうどいいです。それを想定して買ってまいりました。ちょっとした手土産プレゼントね、はい、じゃあもう最初に出しちゃっていいですかね。こちらとなってますね。こちら。これ何これ団長。バラのソープフラワーというですね。これか。お花の形をした石鹸ですね。これか。これ状況を説明しますとね、まあ、女の人は知ってると思うんですけど、バラの薄い花びらでバラが形作られてる石鹸です。はい、そうです。まあやはり花束とかがなんかベタなのかなって思ったんですけど、お花って実際もらったらなんかどうしていいかわからなくなってしまうかなということで、消費できるものだったらいいかななんて思いまして、でやはりこうお風呂で疲れを取ってもらいたいなという思いも
ありまして、まあもう ドピンクのね箱に入ったまあうんソープフラワー、多分ソープフラワーって言ったら、はい、それ若い女の子は知ってるわ多分。あ、なるほど、うん、ラジオでこうやって言うて分かると思う。はい、もうトレンドも。これどこで買うたん？こちらはそうですね、新宿の百貨店にて、うん、百貨店そうですね、伊勢丹とかってこと？お父さんの言い方じゃん。東急ハンズですね。東急ハンズ高島屋の横の東急ハンズ、横のですねそうですね、このバラ今4つあるんですけども、うんうん、4つっていうのが実は意味がありまして、あのバラって本数によって花言葉が違うっていうのを僕知りまして。そんなの初めて聞いたよ。いや、そうなんですよ。なんで本数によって違うんだよ花屋が作ったデタラメだろそんなのそもそも花言葉自体ただのデタラメだからね。そうですね、うん、で花言葉なんだろう。4本だと死ぬまで気持ちは変わらないっていうことです、重くない？めちゃめちゃ重くない？今静かにしてよ。あ、ごめんごめん。たった1000円でそんなことを宣言されるのか。なるほどね。そうね、これだってハンズに行ってこう選んだ瞬間の感じを聞かせてよ。はい、選んだ瞬間、いやもうあの最初に言ったまあお花がいいのかなって思いながら、でこう消費できるものでなんかないかなって思ってた時にこれが目に入るもんですから、ああもう俺じゃんと、俺の脳内と一緒だ、これを。そうですね、まあやっぱりその最初のまあ軽いデートですよ、そのかわいいから買ってみたんだぐらいだったらいいかなと。まあ別にひどかないよこれは、まあまあ別にあり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 だけど、まあいろいろ総評は後で言いますね。はい、オッケー、ありがとう。じゃあ次業界行きましょうか。はい、僕も団長と一緒で消費できるもの買ってきました。これなんですけど、フルーツビネガーです。ほう、飲むお酢という。あー、まあね、6、7年前流行ったなこれ。古いとか言わないでくださいこれ僕ガチでなんかこうお返しとか渡す時の本当の勝負手土産というかプレゼントです。これね、これ滑ったことないですよマジでなんか流行ったんだよねちょっと前にね、東京今も流行ってると思うんですけど。あ、そうなの。うん、はい、うん、じゃあプレゼンして、うん、これはですねやっぱり、うん、あの小さい瓶に入ってまして、うん、ちょっと高級感もありながら、うん、これ1000円なんですよ、うん、だからちょっとおなんかお得な感じで。何すよかくんさ手震えてんのそれ言わなくていいんすよなんでかけてるんですね。なんで手震えてるんですよ、ここにかけてるんですよこんなちょっとしたコーナーで手震えないでよちょっとしたやつやんこんなコーナー。負けたくないですよ。手ブルブル怖いわ。いますよ緊張するの？いやなんか、うん、センス試されてる感じがめちゃめちゃ、まあね、緊張するんですよ。杉岡って結構マジなんだよねこのコーナーに対して。いいじゃないですか。いやなんか真面目に取り組んでる結果ですよ手の震えは。こないだも思ったけど結構マジなんだよね。いいなんか本当に、うん、何事もマジですから。なんか評価をこうビクビクしながらね。あ、まあそうですね、評価はビビク。これ何の味の飲むお酢なの？これザクロです。あ、定番っていうか飲むザクロの酢で、まあ可愛い瓶に入っていて、まあ1000円だったらいいよね。1000円には見えんわ、もうちょっとよく見えるわ。そう、それを狙って裏に変な蝶ネクタイのメガネのじいさんがこれ作ってますみたいな写真が入ってるわ。はい、はい、生産者の吉田さんみたいな感じの人が、はい、うーん飲む酢デザートビネガーとはお酢の酸味をデザート感覚で楽しむことができるように香りの良い果実酢などを用いて開発された商品ですと。うーん、割って飲むんだっけこれ。割って飲むんです。もう水で割って飲んだり、あとヨーグルトにもかけたり、アイスにもかけたり、万能なお酢なんで、ね、店の人みたいになってましたけど、これは僕いいんじゃないかと思ってこれにしました。あ、なるほどね、はい、ちなみにキラエちゃんとまさみさんどっちの方が嬉しいですか？私は杉岡くんの方です。ありがとうございます。ああ、
私はこれ、うん、実際ハガ君にお世話になってるからって2つともプレゼントされたことがあります、うん、だからこれ接戦だなと思って、一生継ぐものやね、そう、私ちょっとびっくりしてます、背筋がゾーってなって、確かにどっちもね、ハガが買いそう、そうでしょ、うん、リズムを継承した、そうですね、リズム継承してる、ビネガーなんか使う前になくしちゃった、どこに行ったか分からなかった、飲んでくださいよ、うん、そうね、どっちも結構いい勝負だな、低いとこのいい勝負ですよね。いや、なんかクソ、クソさでいい勝負ってこと、そうですよね。高いとこじゃない。高いとこじゃないような気が。うん、なんかさ、1000円だったらさ、高いクッキーとかでよくない？なんかデパ地下の。ね、ちょっと高いクッキーのちっちゃい小箱とか、チョコレートがさ、3個入って1000円ぐらいのとかあるじゃん。高いチョコレートのメーカーの。あ、これで第2のハガを探せですか？そうだね。いい方を選ぶ。そうだね。よりダメな方を選んでもらわなきゃいけないんですよ。わかった。どっちもダメだけど。どっちもあれだけど、わかった。選び、決めました。はい。大丈夫です。はい。じゃあなんかドゥルルルみたいなのください、第2のハガを探せ結果発表は決まってるんだ、第2のハガは誰なんだよ、お願いします、まさみさん、第2のハガを探せ結果発表、じゃあ石子掛け声、第2のハガはみたいな掛け声お願いします、ハガは緊張してる、ダダダンってくださいね、うん、さて第2のハガは発表します、第2のハガはハガの意思を継ぐ、2代目ハガはギャスカ杉岡です、 おめでとうございます理由を発表します、はい、団長のこの石鹸のバラは、はい、程よくなんていうのかな、なんていうのかな、こう思い入れがないっていう か軽い感じがあって、なんかそのまあお付き合いでポンってあげるっていうのとしてはやっぱありだと思うんだよね、これは。でそんなダサいっちゃダサいんだけど、別にこの石鹸のバラもらって嬉しいなって思う子もいっぱいいるし、私もこれよくもらうのね、仕事で。そしたらなんかこう芳香剤代わりに結構部屋に置いたりとか、お手洗いに置いたりとかしてると、まあ結構ありなのよ、これは割と。だからこれでこの人変な人だわって思う人はいないと思う。うん。まあ、別にいいプレゼントだと思う。ただやっぱ杉岡の飲むお酢はいいじゃないですか。違う。俺はね、そのクソ麺じゃないよっていう、そのちょっとひねりの効いたクソ麺じゃないものを選ぶよという気持ちこそが、ハガなんです。下心みたいな。そうなんです。団長のはね、そういう意味では、小ざっぱりしたもんでね、まあ別に1000円だし、これでいいっしょ、これでいいよね、お花よりこっちの方がさ、使ってよ、みたいな感じだけど、この、飲むお酢、ね、この手柄を立てよう、手柄を立てようと。1000円で手柄を立てよう、爪痕を残そうという、この感じが、ね、こう、やっぱり気持ち悪いとまでは言わないですけど。言ってください。なんで酢を飲まなきゃいけないのかっていうね、そもそもね。なんで酢を水で薄めて飲まなきゃいけないのかという、まあ根本的なのもあるんですけど。押し付けがましいと。押し付けがましいし、なんか、なんだろうな、こう、上に、ハガっていうのはすごく傲慢な人間でね。なんかね、そうさ、実はね、純粋に見えて、純粋に見えて傲慢でね、押し付けがましいんですよ。その押し付けがましさの片鱗を、このビネガーから、まあ、感じました。あと手が、すごいブルブル震えながらこれを出した時に、なんか、変な子って思って、それもハガにふさわしいなっていうところ。団長やっぱちょっと堂々としてるところがあったりとかしてね。うん、そうですか。なるほど。でもなんか手ブルブルって時にハガくんっぽいなってちょっと思いました。思ったでしょハガもよく震えてたじゃない。まあそういう感じでね。まあでもね、
杉岡くんは一応昔彼女がいたことがあるんだもんね。 あります。1回だけでしょ。1回だけです。それはもうだからさ、たまたまのやつなわけだからさ、まあ、ほぼゼロみたいな感じでね。まあ、そうそうすね。ちょっと大事な母として頑張ってください。わかりました。団長ありがとうございました。でも団長は、はい、はがってほどではなかったわ、やっぱり。 それはいい褒め言葉ですよ、うん、はがに近づきたかったですねそう、いや彼女できるかもしれん、普通に痩せたし最近。いやそうなんですよ ね、うん、2、3キロジムになったし、はい、じゃあこのままね、あの勝者の杉岡君にだけは残ってもらってエンディングいきましょうか、はいはい、うん、ありがとうね団長、ありがとうございます。これはちょっとうちのスタッフに本当にあげる、あげてみるわ、はい、ビネガーはいいですか。ビネガーは、ビネガーはせっかく、せっかくなら東馬さんとか飲みそう。楽しいです。あげます、あげます。めっちゃいいなって思いました東馬こういうの好きやねん。さあエンディングです、はい、エンディングはね、あのバードさんにも来てもらいましょう。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バードフミヤです。どうも。あのね、すごい戦いでしたね。エンディングが盛り上がらないから、ちょっとバードさんこれから入れるっていうことで、投入しよう、投入することでさ。いやすごい戦いでしたね。どうでした、バードさんから見て。いやそうですね、まあ、僕の意見、まあ男側っすけど、あのお風呂 の浮かべる、あの花のやつをもらっても、僕家一人暮らしで、あのなんていうんですか、トイレと一緒のお風呂なんで、お湯溜めることないんですよ、まず。シャワーなんで。シャワーしか浴びない。でもそういう人って都心に結構女の子でも多いと思ったんで、落とすなら一人暮らしの女の方がいいぞっていうのはね、ありますよね。ああ、実家じゃない。実家の女は喜ぶかもしれんけど、あれもらって喜んだら実家か、いいとこ住んでる女なんで、ね、ちょっと、うん、ちょっとそこ行くのは。ユニットバスにあれ、やっぱ関係ないもんね。関係ないんですよ、あれは。で杉岡くんのあれで喜んでる人の方が、うん、多分行きやすいと思うんですよね。行きやすい、実際。もうね、バイドくんぐらいになるとそう、行きやすいみたいな、攻めやすいみたいな感じになるけど、うん、もう、杉岡たちはそれ以前の段階だもんね、そんなさ。そうなの、ね。虫けらですから。うん、虫喫茶店での会話をどう乗り切るかみたいなところがある。団長はね、やっぱね、やっぱ堂々としたところがあるじゃない。わかる？すごい喜んで照れてますけど。すごい照れてる。なんかブレない。めっちゃドヤ顔する。ブレないタイプじゃん。ブレないじゃん。そうか。うん。ブレなくね、女の人に気使ってさ、声こしたり、おどおどしたりとかはしないじゃん、あの人。ないですね。なんかなんなら告白したら意外と断ってきそうな。あ、そうそうそう。そうやね。そこがやっぱちょっとね、違ったわけ。メロン団長のくせに断りがあったからね。そうそうそう。ハガはね、似て非なるものだったことが分かったね。なるほど。ハガコはね、好きって言ったらすぐ好きになると思いますね。そう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 。そこは似てるかもしれない。似てるかもしれない。そうそうそう。確かにね。探しましたね、第二のハガを。こっからどうしている、いるもんですね、本当。勝者のコメントをちょうだい。確かに。うん、いや、本当光栄です、本当。ハガ君超えたいと思います、むしろ超えて。ではハガ君はモテ男になるためのねスキルアップ計画。あの僕も本当モテる。だからそれでいいんじゃない、モテ男になるためのスキルアップ計画でいい、ね、うん、頑張ります。だってこの人さ、千葉にみんなで温泉行った時のファッションさ見た？知らないです。などんな？なんかさ、あのね、写真ね、いや俺先生に大友克洋の昔の漫画の子供みたいな顔して昭和の子供って言われたんですよ、いきなり。なんかアキラじゃなくて大友克洋の短編集時代の子供の服やって、どう出す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 。いやこれがね、集合写真撮るときにいきなり昭和の子供やって言われて、でも見てみないとそれが正しいかどうかわからないから。あった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 。見て私の写真の撮り方。ああ、いいでしょ。ああ。もうこれは、うん、まあまあ かわいいです。まず帽子デニム、うん、ね、うん、ジャケットデニム、うん、ズボンデニム、うん、で統一感、統一感、すごい下に着たからし色の T シャツに、うん、ジャズって書いてある。なぜジャズって書いてあるかな。ジャズ好きな人でも選ばんすよ、ジャズ。多分ね、本人はねこれおしゃれやと思ってやってるなっていうのは一見してわかるんだけど、うん、
これをねもうちょっとモテる感じに持っていかないと、ね、私の知り合いがだってあの合コンとかで、はい、あのデニムデニムデニムがいたから一次会で帰ったって言ってたからデニムデニムがダメだお前一次会で帰られるよ帰られるやつやばいっすねやばいでしょデニムデニムデニムはまずいよね、ま、なんでまずデニムデニムデニムしたのかやっぱり統一感欲しくてさバラバラよりデニムオンデニムがダメなのはもう言われて30年ぐらい経ってるでしょ、うん、帽子までデニムなんだもの探すのむずいですよねいないよなかなかリックぐらいでウォーキングデッドのいやもう1週間前からこれ着てこうと思ってますタイムスリップしてきたわけじゃないよねここ違う違う東村プロのそのスローガンは、うん、面白い芸人じゃなくてモテる芸人ですから、うんそうですね、やっぱモテて女性ファンを掴んでいかないといけないから、うん、ちょうどよかったね、うん、それも含めてね、うんはい、これ頑張っていきましょうさああとねこのままね谷川さんにねあのライブの宣伝開幕の告知をねしてもらいましょうかぴよぴよライブは何なのかと、谷川です8月19日日曜日に2時から新宿風で、東村プロの若手だけのぴよぴよライブ、ボル2を開催しますのでぜひ、お暇でしたらお越しくださいませお願いしますボル2以上ですね、もうよっぽど暇な方司会は誰がするんだっけ司会は今回は東郷さんとレッピーズですねっていうカオスなこれは私なんだけど確か大喜利コーナーの MC がアンチクラバーズって聞いたの心配で仕方がない一番大喜利さばけない日本で一番大喜利さばけない日本で一番それがちょっと心配なとこはね一応石原夫妻にやっていただこうですけどねなのでね皆さん何か19日8月19日です、まあ、お昼ですね日曜日あお昼、はい、日曜日のお昼、はい、死ぬほど暇やったら行くわ死ぬぐらい多分死んだ方がいい死んだ方が行った結果なんだ死んだ方がマシだったなあっこ先生に会えると思ってねお客さんが増えるかもしれないから、うん、万が一ねいたらラッキーぐらいの気持ちで行ってくださいね、うん、さあちょっとじゃあ最後杉岡君に締めてもらいましょうかわかりましたじゃあ意気込みなどをね今回第二の鋼に選ばれてもう光栄ですまずはデニムやめますいいねもう鋼感出てきたよいいよいいよありがとうございましたじゃ爽やかに、ね、最後バードさん締め直してもらって終わりますお口直しお願いしますそうですねデニムデニムデニムもモデルが着ればかっこいいありがとうございましたありがとうございましたみんなまた